それそれいやこれ最強だね。どんまい。これだね。ここで俺が降りちゃいけないんですよ。うん、絶対に。そう、俺はここから火力出したいんよ。俺はここから移動しない、絶対にね。これでいいわ。そう、俺が思う強ポジ、かぶったとしても動かねえ。これが大事です。こんにちは、教えつけていきます。俺がどんなに言ってもね、多分難しいだろうから、もう行動で示す。死ぬぞと。フォロー。フォローありがとうございます。勇気楽だなぁ。アビリティ強えあと、鉄壁変わってー。あのさ、ミラージュってでかいじゃん。ミラージュずっと使ってるとわかるんだけど、ほんとに勝てー。サイズもそんな変わんねえから打ち合えるし。強えや。勇気はいいなぁ。いや、今のハボックだったら勝ってたな、ハボック。ちょっとフラットラインだから負けたわ。弾が足りない。弾が足りない。発射！虫が入るからちゃんと口は閉めてね。ミキはいるかい？どこだ？これ。下か？ん？後ろ？いるな。まだついてくるんだろうね。マジで俺本当に思うんだけど、なんでこれついてくるんだと思う。俺たちいるやんね、前に。これ、疑問です。私。とてもとても。何？カス。リングが閉じるまであと30秒。盗む。距離は近いが、ね、襲った後に。いや、なんかね、G7 ね。見えてなかったなと思う。普通に俺の目に映ってなかった。優先度が低すぎるんかもしれんな。ぶっちゃけでも取り手でいいかなと思っちゃうな。なんかあれらしいじゃん、大会めっちゃいたらしいじゃん。ニューキャッスル聞いたぜ。ニューが来た。敵の位置を確認、マップを見よ。あっちへ行こう。やはり気づきつつあるか、ニューキャの強さに。スコープがいる。6か7チームぐらいいたらしいからな。俺は感動だよ、ようやく使われ始めたか。強いかんなこいつ。俺宛てのプレゼントか。敵はあの方角にいる。マジでマジでこいつ強えかんな。まあ、使い方がマジで難しいけど、それさえ分かってしまえばもう最強だからね。ああうん、そっか、カタリストか。あちらの方向に敵がいるはずだ。残念だ、あいついなくなっちまったか。カタリーなー、ちょっと弱体化入りすぎたよな。まあ逆か、強すぎたか。信じてやれば何でもできる。リコシールドかな。よう、俺はアップグレードしたぞ。こんにちは、毎日配信お疲れ様です。今日も敵を滅ぼしていこうかなと思います。俺はね、気づいちまったんですよ、打ち合い方。俺の最大限の力を発揮する方法って何なんだろうって考えてたんですよ。俺ってエイムがイカれてるって言われてるんですよ。うん、その強さを最大限に生かす、あと余計感、どうしたらいいんだろうって思ってたんですよ。敵の目の前で ADS 全振りこれマジで強い。負けねえ、本当に負けなくなった。敵を倒した。エリアを敵を確認。おお、なかなかオーバーピークするね。私は。まだ戦いは続いているぞ。方向に敵がいるはずだ。フェニックス機長、頼むよ。主神が眼力を与えたもん。おい、来ないんだ。なかなか今えげつねえピークしたな。びっくりしちゃった。お、敵いるじゃん。敵と交戦中だ。63。敵のシールド終わったぞ。あリロード中。これは取り手の強さや。弾速は速すぎる。
え、あんな距離の敵が聞こえるのやばくない？ビビってますね。レプリケーターが降ってくる。シールドをリチャージしてる。アベル稼いでいこうかな。これやばいね、マジで。強すぎる。いや、こう削り合いはマジトリガー最強。殺しきれるかっていうとやっぱヘムロックかなって感じするんだけど、削り合いだったらもう100勝てる。敵に続く道だ。リングは使える前に捕らえよう。ここに敵がいる。削るという目的では一番強い。殺すんだったらチネルとかそっちかな、ヘムロックとか。基本俺反射神経よくて先に打ち始めることが多いから大体殺せんだよな、打ち始めるだけで。マジでおめでとうございます。神、もう全然答えられない範囲でなければ。ミラージュと、もうさすがにあれか、ヒュー、あれか、ミラージュ、レブナント、ヒューズか、順番確か。で、ニューキャか。できるな、ヒューズ。そう考えるとでかすぎるな。敵キャラは画面が揺れないとかあってもいいと思うけどな。そろそろ敵の集合終わったよ。ケアパッケージを輸送中です。うん、戦ってますね。グレネードだ、気をつけて。敵のシールドを割った。ミラージュだ。リロード中だ。敵がダウン。気をつけろ。敵が、おっと、敵がいるみたいだ。こっちで攻撃を受けてる。行こう。気をつけろ。敵が近くに着地した。うん。おお。あっちだ、行こう。あっちだ。いろ。戦況が劣勢に、複数の部隊に攻撃されている。疲れ果てた。シールドを割った。ドローンのシールドを割ったぞ。敵、来た。こっちだ、行こう。お出ましだ。グレネード。こっちで攻撃を受けてる。アップグレード。注意環境をマーク中。フラグ。敵のシールド。返せる。シールドを割った。よし、ダマー発動。シールドをリチャージしてる。なかなかきついんじゃないか。右にいるぜこれ。プロテクト。これを攻撃する。シールド。最後まで共に戦おう。これであの部隊は全滅だ。リングが10秒落ちる。いいね。プロテクターが守るぜ。なんかプラハやっちまったな、あれは。すっげえ来たぞ。ナイス。起点が出来上がってしまったの、今ので。いいね。いや、今のなんか連携してる感あったな。確かにモザイク、確かにあれだね、ウルトをこすってる感じあるかもしれない。それはあるわ。ホットドロップで笑う同期来たあったんですけど、買った方がいいですか？買っていいんじゃない？欲しかったら。別に俺はいらねえ。別に俺いらねえ。プラチナル沼ってどうすれば漏れますか？まあそこまで来てなったら漏れそうだけどね。正直上か。主神が眼力を与えたもん。フラグを投げるぞ。アークスターを。そうだね、あいつはいなかったらもう楽勝だね、正直。少しシールド。あ、待てよ。回復する。奥いなかったら打ち合ってもいいんだけど。レプリケーターを輸送中です。いや、奥いるな、ダメだな。注意環境をマーク中。2枚我らにあり。レプリケーターが降りてくる。リングまでの距離は近いが、あと45秒しかないからな。
来いよ。打ち合ってやるよ。俺はね、余計考えるってやっと気づいたんだ。来いよ。来いよ。降りてしまったな。綺麗。余計感、余計感、余計感。いけるいける。そう、俺はね、気づいてしまったんだ。ADS 状態で全部避けられることが判明した。でも俺最近気づいた。そう、俺は ADS 状態で大体避けられる。そう、あのね、固執する必要なかった。俺は。まさかの。完璧です。これね。あ、俺気づいたんよ。俺がやるべきことを。そう、関係ない。マジで関係ない。そうなんよ。早く感じるな。リングが閉じるまであと。私に眼力を恵みたまえ。左のあいつらはどっか行ってくれないとな。戦いづらいよな。よいしょ。中に2枚。もうすぐだ、うん、周囲環境をマーク中。ここに3枚。こっちへ行こう。そうだね。乗れー。全員リングの外だ。笑う。俺が ADS 全振りってことっすよ。俺はこれ、あの、自分のね、火力を押し付けるだけだった。やるべきことは。シールドバッテリーを発見。戦闘中。戦況が劣勢に複数の部隊に攻撃されている。少しシールドをリチャージ。煮物唐揚げ様。103つありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。これよいしょ。やべ、弾が出ない。さあ、あ、ボックムロック強いんだよな。マジで負けねえ。ウルパはパスレブサポート、もうこれだけで OK ですね。これ以外は、いらん。レブパス積んどけば勝てる。武器好きんだよ。怖いね。敵が見える。レプリケーターを移送中。撃たれてる。レプリケーターが来るよ。おいちょー。撃ってる。やられた。ほら、立って。おいしい、56。リロードする。リロード中。シールドを割った。必要ならヘルストローを。モバイルプロテクターを移動させる。もしくそう、敵を発見。敵を確認。
し、アップグレードを手に入れたぞ。プロテクターよ、みんな。逃げたか。いやー、勇気あって感じしますわ。逃げるがいい。いや、これ最強だね。これ最強だな、やっぱり。あ、神キャラだ。任せて。やっぱ入居は俺もうありえんぐらい使いこなしてるからね。さあ、城を守るぞ。化け物使ってるからね。フォローありがとうございます。もう硬すぎてね、いけるっていうね。近いな。いや、ミラージュか。シールドをリチャージしてる。攻撃を受けてる。移動する。見つかった。撃たれてるわ。右のやつ、左か、左が妙に強いのかな。多分だけど。ああ、なんか壁打ってるくせえな。ちょっとこいつ気をつけた方がいいな。シールドを強化してる。壁打ってるな。気をつけないとって意味わかんないよな、実際。早いね、やっぱり。だが俺は殺しきっちゃうよ。あ、これ作業だから。あ、やべえ、グレーある。モバイルプロテクターの位置を変える。これが最近俺ハボック来てる理由だよな。おれいいね。いいね。何も恐れることは、シールドをリチャージしてる。気をつけろ、グレネード。はっはーじゃなくって、全身シールドみたいな、500の。おお、俺が守ってやる。シールドをリチャージ。なんでここ見てるんだ。どういうこと。え、マジ、ハイド。え、待って、こいつ初期好きだぞ、味方。これ気をつけろ。殺せる。死ぬ。あれー、よし。信じてやれば何でもできる。フーリガンを倒した。敵を撃破。ファンダー。逃がすな。グレードを手に入れた。子供たちも喜んでくれるだろう。敵を仕留めた。また初期スキンがハイドしてっせ。これハイド流行ってんな。被験者の死。殺せ。ナイス。もう二度と来んじゃねえぞ。もうレベル36。やっぱりそうだ、バカがよ。やっぱりそうだと思ったぜ。おい、回復中だ。はい、やはりこのゴミどもを殺すためにはニューキャッスルです。全然ある。先ほどニューキャッスルが届く、あ、ニューキャッスルじゃねえ、リアルセンス H が届きました。いいね、超水よ。何やってんだよこいつら。もう初期スキンランパートってもう二度と来んじゃねえぞ。今週はハイドするか。キャストは鉄壁もあるから診察されねえんだよな。いいですね、それで決定で。どうせね、
チーターも全圧してくるから俺も全圧すればいいわっていう最強理論に気づいた。そう、チーターが、あ、チーターじゃねえか、うん、チーターが、いや違う、練習台だな、練習台が、全当てしてくるんですよ、このゲームはね。だから俺も全当てすればいける。うん。とんでも理論だけど、マジこれが正解。あいつらより早く打ち始めて、全部打つ。鉄壁はね、ジム、ガス、ニューキャ、この3人かな。ヒューズくんが入ってないのがちょっとよくわかんないんですけどね、あんだけでかいのに。ヒューズニューキャラからな、順番。やべえよ。ちょっと誰か検証してほしいな、フル ADS。俺は来てるぞ。遮蔽物使って ADS しっぱなしで勝てるぞ。そう、あいつでけえだけなんだよ。そうなんですよ。引き出しがあるからな、あいつらと違って。そう、俺もあいつらのこと練習台って言うわ。言霊ってあるんで、うんチーターって言ってるとなんか勝てる気しないんだけど、練習台って言うと勝てる気がしてくるんで、ちょっと練習台って言います。今度から俺は。俺の配信であいつらを練習台って呼ぶ。どっちが先に全当てするかのゲームするわ。マギア超強えよ、あいつ。すぐそこだ。いた。ボッと。ねえ、全く合ってないよね。立ち回りが違いすぎてな。危険者を発見。そうだね。蚊はどうしようもない俺。罠を設置、動きを待つ。ガストラめっちゃなんかすごいなあれが。なんかすげえ画面が揺れる。なんだろう。もったいねえ。クソ、俺殺せなかった。すまねえ。ハード。なんか早いよね今。でもちよくそれで負けるよなマジで。俺には分かりません、ね、理解ができない。あ、やべ、これ来た。フライに行ってしまったぜ。プロテクターの位置を変える。うん、一旦下がない。セールもらう。アボックがねえなー。 GGあ、でも人質あるね。もう一個出すんじゃねえかな、さすがに。レプリケーターを輸送中です。それとも一個しかないのかな。いや、回ってるね、偉いな。めちゃくちゃ回ってるわ、偉い。アゲチネル、いいね。激強だ、激強。ま、俺はニューキャしか使わねえ。嘘、ま、いろんなキャラ使うけどニューキャがいいな。リングは遠くない。閉鎖まで残り45秒。あそこに敵を発見。素晴らしい。あそこに敵。危ない。被験者のシールド終わった。敵のシールド終わった。リロード中だ。こんなおじさんでもできる。何でもできる。やっつけたぜ。よう。俺は敵を発見。新たな部隊の襲撃だ。まだついたようよ。うん、入れ。危ねえ。さあ、いで、マジか、それ当たるのか。俺 ADS して勝てんだよ。プロテクターがお邪魔するぜ。仲間のバナーを回収するのが賢明だ。仲間のバナーを拾ったぞ。このやつらが来たみたいだ。いや、このために、また一つヘッドを用意した。ガスラップ
おい、フラグを投げた。ガストラップを一つ。俺を狙ってきてる。フラグを投げるぞ。酔いぐれすぎる。ピンノックどこだ。ピンノックあそこか。右のやつがな。こんばんは。おれー。打ち合いは負けねえぜ、鉄壁だし。シールドをリチャージしてる。基本打ち負けん。おいよ。上だ。あー、左行かないといけないんだよな。それが一番強い。一人見つけた。危険者を攻撃中。危険者のシールドを割った。新たな部隊の襲撃者。また撃退をしろ。敵を攻撃中。諸君、ヒートシールドを展開する。プロテクターが必要そうだな。危険者。また愚か者。モバイルプロテクターを動かすぞ。上行こう。回復している。危険者を処置を行う。弾がちょっと少ないかな。弾を回収しないとちょっときついかな。シールドがいる。変数を展開する。ふぅー。ここに駐車場が入った。回復中だ。回復している。入居は耐えられるんですよね、グレネード実は。上が壊れても下で耐えられるからね。結構強い。ああ、ハボック、ネメシスに変えたかったけど、ちょっと難しいな。肉がねえや、もう。敵を発見。残り10秒。もうワンチャンハボックであれか殺すか。いやー、あれ強いな。あの位置強いな。右ハリスかな、とりあえず。おお。チャージしてる。攻撃されている。誰にいる。レーブやさ。敵の部隊の中に。また自体をしろ。これを狙ってきたぞ。敵を攻撃中。クロマのシールドを割った。プロテクターがお邪魔。撃たれている。気をつけろ。一人しかめた。撃たれ敵がいる。コリオシーム。うおー、これはやばいぜ。すごすぎる。やべえ、最強すぎる。やっぱ ADS なんすよ。この世はもう全て ADS でいける。あそこから返すのやばいわ。この世はマジで ADS。これだけで勝てる。じじーって。俺はなぜ腰打ちをしていたんだって思っちゃうもん。はは、つえ。じじーって。いやいや、入居はいいな。面白いわ。
これなんですよ。もう相手どうしていいか分かんないからね。そう、1v1 仕掛けてきたら絶対殺せるし、そう、1v1 してもらったとしても右の射兵あるから耐えられるし、味方が来るまでの時間稼げるんだよな。